ず前に飛んだら回す。はい、毎度コキスンです。今日のコキスンは要望結構あったのよ。できない人に教えてるのすごい分かりやすい。あ、俺がやっちゃうとさらっと感がありすぎて、まあまあまあ、ギャップがあるのよ、うん、やっぱり方法を言ってても、うん、だからそのシリーズを今回またやっていきたいと思います。はい、コキスンチャンネルにね出ていただく女の子なんですけど、紹介します。本日はよろしくお願いします。はい、みなみちゃんです。そんな緊張せんでも全然ええよ。ありがとうございます、ね、で今日は何やっていく。今日はノーリーの通ローテ。おー、ノーリーの通ローテ。女子がそれいきますか。ノーリーめやばいよ。インスタのあれ、そうだね、ちょっと載せとくから。でしかも見てもらって、その動画ここら辺にノーリーの載せるわ、うん、ありがとうございます。それの、まあ、ワンローテとかは回せるから通ローテ、うんで、ちょっと今回ね、でもあんまりちょっと練習し始め、はい、で、俺がちょっとアドバイスしていくって感じになります。その人に応じた、これやってみみたいな感じです、うんうん、練習していくんで、はい、はい、ぜひ見てください。はい、じゃあ、はい、みなみちゃん頑張ってください。いきますか。お願いします。じゃあその前にギア紹介いかして。2324モデルのベース、ユニオンのライキのウルトラとディラックスのライキの DNA プロ、うん、で、パンツはマーチ T スノーボードね、はい、これまた予約販売すると思いますので、こちら中はリベリス、はい、みなみちゃんもリベリス。あ、そう、リベリス。めっちゃアピールしてくれてるけど、ありがとうございます。これおじさん、ね、そしてビーティーグローブ、タオテック、インナーグローブもタオテック、うん、で、GT のビーニーで、いきたいと思います。はい、カメラマン、眩しい、眩しいな。いえ、2324のグレースに、ユニオンのウルトラに、ディラックスの DNA で、GT のパンツ、GT のエアで、いきたいと思います。はい、そう、空中がわからんかった俺。ちょっとボコボコいもんな。そう、今ちょっとやられました。あ、で、みなみちゃんが、まあこんなクオリティです。あ、来るよ。あ、はい、めっちゃ遠いけど、あー、綺麗なノーリー打ちますね。もう一回、はい、エントリー綺麗。おお、今のはしゃあない。でもこれがありのままなので。大丈夫大丈夫。今のでまあ言ったらワンローテなんやっぱり、みなみちゃんの場合は、はい、だからこれにツーローテをじゃあどうするかと。で、目線見てて飛び方的にスピードのアプローチも良かったから、多分こけたのはこのシャドウと俺もそうやったね。めっちゃ飛びづらいよなこれ。ボコボコやね。で、反発きづらいよな今日逆に、はい、やばいです。だからそれをまあまあ多分打ってたらね、ちょっと場所さえうまいことはまれば反発は大丈夫やと思うから、はい、とりあえずツーローテって結局ワンローテもツーローテもね、結局回してんのよなぶっちゃけ。うん、ただグラ取りで飛んだ後にぐるんって加速するから通路って言われてるけど、結局リーフ的には一緒っちゃ一緒なんやけど、まあ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 、それを区別ね、グラ取りではしてるから、飛んだ時に俺ら定点してるやん下で、カメラが。だから下の方を見ながらまずはリリースしてほしい、板を弾いてほしい。弾いた後に弾いたなって感覚があれば、次そこでやっと回すって感覚が来る。みなみちゃんは多分もう弾けてるし、多分その感覚でツーローテになると思う。だから空中で回してほしいっていうのがあるんやけど、空中で回す時になんか B ドライブとかって言うやんみんな、うんうん、でも実際 B ドライブってさ、俺らこうやってエッジ入れてこう逆に回るっていうのは地面ではできるわけよ、うん、でも空中でエッジもクソもないやんか。まあ確かに。だからちょっと今難しいかもしれへんけど、飛んだ時に若干まあレギュラーやからさ、まあ前でこう弾きました、飛びました、その時にちょっとね、うん、ワンロックに近いけど右足をちょっとつま先をこっちにちょっと入れてあげるよ。で、それをすることによって、まあ、フロントノーズとかさ、わかるかな、この姿勢なんやけど、こっちの足をちょっとこっち方向にこう戻すような感覚で、体をこっちっていう風にすると、まあ、言ったらここの点と体の点が離れるから力が入るよね、この瞬間に。でその瞬間に回し込んであげたら通路手になるよとかロックになるよ、またはそれが軸がこっち足こっちなのかこっちによって変わる。こっちやったらフロントノーズでいいし、こっちやったらフロントテールの位置、だから2ナーロックとかしたい場合やったらこのコーンになるよね。あ、
こっちになるよな。またちょっとこっちこっちが多いね。ああごめんなさい皆さん、はい、これ言わせて関西人な、道案内するときな、ここちょここまっすぐ行ってな、こっち曲がってな、こっち行ったときに足バーって行ったら、いやわかるよ、ふうになんねん、なるんやけど、ごめんなみんな、ほんまに直らんこれマジで、もう撮ってでもわからんもんね、はい、すいません。まあそんな感じで行きましょう、はい、押す押す、よしちょっと一回打つわ、はい、コケッション乗りします。あーまあまあ中ローテはわかる、着地がクソやったけどね。はい、みなみちゃん乗り打ちます。さあ前向いてこっちを見て、ああ。今若干体はそっちの方に行ったけど、目線見ると若干斜めしちゃう、まあいいんやけど区別をしてほしい。飛ぶところ A をしました。でその後しっかりと先行こっちに送ります、回しますよ、回転してますよ、 B として、 A と B をしっかりと区別できるようになると、 A が終わってから B をしてくださいって、ね、そういうこと、はい、するとこれがパーンって分かれた時に通路手になる。今若干 1.5 みたいな、はい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 、大事なんよ、まだちょっと一連の動作っていう感じがする、一連の動作、今のこれを区別できた時はめっちゃ良くなる。ただでも、なるほど、忘れやんといてほしいのが 1.5 ローテっていうのはどっちも使えるから、今めっちゃいいとこ取りしてるって感じ。それはそれで置いといて、今のやり方は、はい、飛ぶと回すを別々にしないとダメってことね、飛んで回すって、はいはい、飛ぶと回すは別物になるのね、別物になります、はいはい、じゃないとそのグラトリでいう2ローテっていうのは他にもやり方あんねんけど、うん、足操作とか空中姿勢とかであるんやけど、時空とか、とりあえずそれ言い過ぎても頭パンクするから、とりあえずそれでちょっと理解しておいてほしいというか、はい、じゃちょっと行こうか、よし、さあ行けるか、まずは飛んで回す、ああちょっとでも近いけど、でもねよくはなってるんだ、うんうん、上に飛べてるから、はい、今度ねベクトルの話するんだけど、上はもう多分ね意識せんでも飛べるのは飛べると思うよ、はい、ちゃんとできてるから、次前に1を A を前に飛びに行くって感じでやろうか。あ、1を飛ぶ感覚でいいの？イメージはね、ぶっちゃけ1を飛ぶまたは人それぞれあるんやけど、俺やったら1を飛びながら飛びながら上にも上がるっていう意識をしてる。ノーリーの2ローテの弾き方としては、うん、1ローテと一緒なの？弾き方は一緒なの？それも人それぞれあるんやけど、俺はそんなにぶっちゃけ変えてない。ちなみにうちって1飛ぶときと普通にノーリー回すとき打ち方全然違うんだよ。あ、でもそういう人もおるよ。俺別に1でも2ローテでもその場で正直足のここ あの感覚鋭い人はここで選べる。うん、なるほどね。し、あとはシャバ雪の弾くときの、うん、あのしなり方とか入り方とか細かいそういう情報、足裏の情報で変えたりはする。あ、だから俺変えてるわ、うん、それやったらごめん、変えてるわその瞬間で。あ、とりあえずそれでやってほしいのと、ただ前にでも飛びに行ったら回転力なくなるんよ。なんでかというとふわーっていくから、はいはいはい、だから5ぐらいで押さえといた方がいいかもね、はい、まあ5ってイメージでいきます。まず前に飛んだら回す、どうなるか。ああ惜しい。ちょっと弾き損ねたな。今のは弾き損ねた。あとは肩あるやんか。左肩を開かない、始めは。あ、はい。こっち。マジで弾きにくい今日は。さあ行っちゃってください。ああ、しっかりワン飛んでから回してたね。もう多分ロックもできるわ今の感じやったら。あれがツーローテですか。はい、
空中意識しやんとなかなか難しいから、うん、これはでも飛んで回すっていうのをしっかりと区別できると、うん、ああいう風になるし、じゃあそこにロックってなるとトーションロックとかってあるんやけど、うん、あとはその軸をね持ったままそれをするとかってなるとロックもできるんやけど、うん、ツーローテの練習はじゃあロックをするための練習になるってこと？正直27ロックとかそっちの方がやりやすいかもね、うん、ワンロックもね、それもマジでこれ言いすぎないけど、うん、人によるはいはいワンロックの方が簡単って人もおるし、へあでも沿線上にはおるかな、うん、じゃ あ, まあロックの練習したかったらまずツーローって覚えましょうってことか。そうやね、覚えといて損ないかな、はい、でもただ単に俺は言えるのは別にツーローっていらんくて、うん、ただワンローテの人だったらワンローテからロック練習した方が早い人もある。ああそうなんだ、うん、で俺もワンローテしか逆にやらんくて、うん、じゃあそのままロックやろうってやったら別にできるし、ワンローテ捨ててツーローテだけやってじゃあすぐロックしようってやったら別にできるし、うん、正直慣れ。はい、はいはい、わかりました、はい、どうやった？あ、すごくわかりやすくて、おバカ、いや本当になんか言わせてるから大丈夫でも本当に感覚がつかめたので、よかったよかった、いいえいいえ、だいぶね、もう慣れてきたらもうお茶の子さいさいになると思うので、はい、ぜひ皆さんもやってみてください、はい、はい、ということでこんな感じで終わっていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ノーリーの多分オンラインレッスン今月末は多分ギリギリ皆さんあるかもしれないんで、もし興味ある方はぜひ、はい、公式 LINE の方にお願いします、はい、で、最近俺実はね、TikTok もやってるし LINE ブームも始めました。公式 LINE の方に登録してもらえると LINE ブームって何って話なんやけど、みんな友達とかさ、LINE の下の項目に LINE ブームって実はあんねん。へえ。タイムラインみたいな、あ昔で言う あるね。そこに、動画投稿していくんで、そちらもぜひ見てください、はい、いいねもよろしくお願いします。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よし GT ちょっと待って、それ GT なこれ G で、うん、T らしいわありがとう、使うわそれ可愛いかよ使うわありがとうございました。ありがとうございました。